皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。現地6月23日、男子バレーボールネーションズリーグ、VNL1 次ラウンドの最終戦がフィリピンで開催され、世界ランキング3位の日本男子代表は同5位のアメリカと対戦。セットカウントカウント3対0、25から20、25から23、25から19のストレート勝ちを収め、 VNL の通算成績を9勝3敗とした。ほと、石川祐希、高橋愛、西田裕二、バレーボール界が誇る神レベルのイケメン選手たちを一挙にお届け。4位で1次ラウンドを終えた日本は、5位に入ったカナダと準々決勝を戦うこととなった。1次ラウンドでフルセットの末に敗れた相手で、同じパリ五輪出場組であり、本大会では同じ組に入るかもしれない。 しっかりとここでリベンジを果たしておきたいところだ。カナダに勝利すれば、スロベニア VS アルゼンチン戦の勝者と準決勝で対峙する。ポーランドで行われる VNL 準々決勝の4カードは以下の通りだ、括弧内は1次ラウンドの順位。準々決勝は27日と28日に開催され、29日に準決勝、そして30日に3位決定戦と決勝が実施される。 男子 VNL 準々決勝6月27日ポーランド2位バーサスブラジル7位6月27日日本4位バーサスカナダ5位6月28日スロベニア1位バーサスアルゼンチン8位6月28日イタリア3位バーサスフランス6位どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。